こんにちは、スタイリストの小山俊です。今回の動画では、 この夏、ユニクロだけで僕は生きていくというテーマで動画をお届けしたいなというふうに思っています。いや、とにかく暑いですよね。まあ、こんなに暑いと、なかなかですね、おしゃれについて考える余裕がないかなと思うんですね。まあ、僕自身もそうで、まあ、かつてはですね、夏だとか寒い冬だとか、こういった時にもですね、ファッションを最優先に考えて、まあ、季節のですね、装いを無視して、あえてですね、かっこつけるようなこともしていたんです。 ですがやっぱり30代後半になると、なかなかですね、その体力も気力もなくなりまして、まあ、できるだけですね、手間をかけずに、ある程度おしゃれに見せられたら十分だなというふうに感じるようになったんですね。まあ、きっと、こちらの動画を見ていただいている皆さんもですね、そこまでファッショニスタになりたいという方はですね、多くないかなと思うので、まあ、なるべく手抜きをしながらもおしゃれに見せる方法をですね、知りたいという方多いんじゃないのかなというふうに思っています。そんな 皆さんに朗報です今回はですね僕たちにとって一番身近なユニクロのアイテムだけを使ってコーディネートもですねなるべく簡単にしながらですね皆さんに具体的な着こなしを5つご紹介してみたいなというふうに思っています、まあ、夏の着こなしというのはですねそもそもシンプルなんですね、まあ、特にですすね今回ご紹介するのは T シャツに絞ってお伝えするのと、ボトムスに関しては2択のみにしていまして、今僕が履いているもう定番のスマートアンクルパンツ。これもユニクロのものですね。もう一つですね、今回使っていきたいなと思っているのは、ショートパンツですね。ナイロンギアショートパンツ。こちらもですね、まあ、動画の中でも解説をしましたが、この2本だけにボトムスは絞ります。あとは T シャツに関しては、色を変えながら見せ方を変えていく。 あとはですね、靴に関しても履き替えてはいくんですけども、基本は上下ですね、シンプルに色だとか、あとは長さを変えるだけでバリエーションを変えていくというところをですね、皆さんにお見せしたいなと思っていますので、まあ、手抜きのファッションを楽しみたいという方はですね、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとか、 に関しましては僕がもう一つ運営しています youtube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひチェックをしていただければなというふうに思っていますそれでは早速行ってみましょう はい。ということで、早速一つ目のコーディネートから解説をしたいなと思ってるんですが、動画の制作自体もですね、手抜きで大変申し訳ないんですが、先ほどまで着ていた着こなし、そのままがですね、コーディネートの一つ目になるんですね。まあ、上に着ているのはですね、僕の動画の中でもそうですし、いろんな YouTuber の方がですね、こぞってお勧めしているユニクロ U のエアリズムですね。これのサイズ感としてはちょっとワイドなフィット感のものをですね、着ているわけです。 なんですがまあ、色味はです、ね、今回着てるのはダークグレーですね。 これは昨年購入して、個人的には一番気に入ってるカラーですね。これが僕のですね、コーディネートの軸になっていて、まあすごくいい色だなと思いますね。まあよくですね、高見えという言葉がありまして、まあ価格は安いんだけども、割と高く見えるよみたいな言葉があるんですが、このユニクロ U のエアリズムに関しては、まさにですね、高見えするようなアイテムかなというふうに思っています。まあ色合いがですね、すごく上品なんですね。まあグレーの中でもですね、 少し色が深くて、まあ、都会的な香りのするグレーということで結構ですね僕ら世代には使いやすい色味なのかなというふうに思っていますこのグレーの T シャツに対してボトムスはですね先ほどお伝えしたスマートアンクルパンツブラックを合わせているわけなんですが、まあ、モノトーンで構成すると大人の男性の T シャツスタイルでもカジュアルに見えすぎないかなというふうに思っていますこれはですねいろんな男性に怪しい,いのでぜひトライをしていただきたいなというふうに思っていますちなみに T サイズ感なんですがこのですね、ユニクロ U の T シャツに関しては、最初からゆとりがあるので、まあ通常のサイズを選ぶのもいいんですが、僕はですね、もうちょっと今っぽくしたいなと思っているので、あえてワンサイズ上を選んでいます。身長164センチ、54キロで、通常は S サイズが適正なんですが、 あえてワンサイズアップの M サイズを着ています。まあ中にはね、ツーサイズ、スリーサイズアップする方もいらっしゃるかなと思うんですが、あんまりやりすぎるのもですね、ちょっとこう、だらしなく見えるので、ワンサイズアップぐらいが僕ら30代、40代の世代にはいいのかなというふうに思っています。まあ手元にはですね、こういった時計だとか、まあバングルですね、こういったものでちょっとアクセントをさしながら退屈に見えないようにバランスをとってあげるとすごくいいのかなというふうに思っています。ちなみに足元はですね、 毎度のこと見えてなくて恐縮なんですが、今回はプレーンに白系のレザースニーカーを履いています。これはグリーンレーベルで購入したジャーマントレーナーですね。こういった形で、まあ色合いとしてはですね、結構重ためになっているので、足元だけはせめてですね、ホワイトで明るさを足してあげるということを今回は意識をしていました。まあ靴に関してはいろんなものが合うんですよね。まあ本当にこれ以外の靴を合わせてもいいんですが、今回は一番最初にプレーンな着こなしということで、 白系のレザースニーカーを合わせていました。ぜひですね、この着こなし、めちゃくちゃ簡単ですし、僕自身もですね、休日によくやってるものなので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなというふうに思っています。 はい。ということで、二つ目のコーディネートを解説したいなというふうに思っています。今度はですね、T シャツを変えただけ、手抜きで申し訳ないんですが、こちらはユニクロ U エアリズムのですね、色違いのオリーブですね。この色は今年買ったんですが、非常に色がいいですね。個人的に大ヒットで、まあ、これまたですね、よく活用してるわけなんですが、先ほどのダークグレーに比べると、色自体にですね、少し面白みがあるんですね。アクセントになるようなカラーで、 まあ、グリーン系なので、まあ、結構ですね、大人の男性にも似合いやすいんですが、かといってベーシックすぎないので、ちょっとした面白さを出すにはですね、すごくいいカラーなのかなというふうに思っています。まあ、特にですね、夏の着こなしって、T シャツとボトムスで完結なので、どうしても退屈に見えがちなんですね。まあ、そんな時にですね、こういったオリーブ系の T シャツということで、T シャツ自体にですね、色味の変化が出てくるとですね、すごくですね、着こなしにアクセントが加わりやすいかなという いうふうに思っています。まあ、これで1500円っていうのは驚きですね。なかなか安い価格帯でアクセントカラーを買うというのはですね、まあ、チャレンジングなところもあって、どうしてもチープに見えがちだったりするんですね。ですが、そこはユニクロ U さすがですね。色合い、本当に絶妙で上品に見える色合いなので、まあ、1枚で着ても素敵に見えるかなというふうに思っています。このカラーはですね、ぜひ皆さんに取り入れていただきたい、差し色としてはですね、初めの一歩にふさわしいような色合いかなと思うので、 ぜひ皆さんにもお勧めしてみたいなというふうに思っています。で、ボトムスに関してはスマートアンクルパンツのブラックで引き締めるという形にしてるんですが、上半身がアクセントカラーなので、ボトムスは引き締めるというのがもう鉄板で使いやすいので、そのままコーディネートをしています。で、足元なんですが、まあ先ほどの白レザースニーカーでも合うんですけども、今回はですね、エアマックス97を合わせていますね。ちょっとスニーカーの中でもですね、近未来的なデザインのもので、足元をシャープにまとめてみるのもです、ね アクセント的には使いやすいかなと思うのでまあこういった着こなしも一つ楽しみ方としてはいいんじゃないのかなというふうに思っていますこれまたですね買って着るだけで簡単にですね実現できますので是非トライをしていただければなと思っています はい、続いて3点目のですね、着こなしなんですが、これまた手抜きですね、我ながら。えっ、ー、と、T シャツをですね、今度変えたわけなんですが、まあ、先ほどまでですね、ユニクロ U のものが2連続できたので、今回はですね、プラス J のものを着ていました。まあ、シルエットの違いをですね、皆さんには見ていただきたいなと思ってるんですが、まあ、先ほどまでのですね、ユニクロ U に関しては、僕はワンサイズ上げて M サイズを着ているんですけども、まあ、こちらのプラス J の T シャツに関しては、僕はあえてですね、ジャストサイズの M サイズを着ているんですけども、 S, S を選んでいますそれでもですね、決してタイトすぎることはなくて、まあ、適度にですね、リラックス感があるんですね。ただ、着丈が結構長くて、正直ですね、ユニクロ U のエアリズムの M よりも、こっちの方がですね、長いんですね。ですので、ワンサイズ上げてしまうと、着丈がさらに長くなってしまうので、ちょっと僕の体験には合わないので、あえてですね、ジャストサイズの S を選んでいます。こちらの T シャツがですね、似合うのは、主にですね、まあ、大人の男性ですね、40代以降の男性であれ 例えばまず袖がですね、ユニクロ、U、のエアリズムよりも長すぎないので、 ちょっと大人っぽく見えやすいかなと思ってるんですね。ですので、ここは好みだとか、年齢によって変わってくるかなと思うんですが、よりベーシックに着たいなという時にはですね、このプラス J の T シャツなんかは使い勝手がいいかなというふうに思っています。まあ、カラーバリエーションもたくさんあるんですが、やっぱりですね、僕ダークグレーが好きなんですかね。この色もすごく良くて、先ほどのユニクロ U のエアリズムに比べると、少しですね、色合いとしては明るさがあって、そのあたりの色の変化もですね、楽しみやすいのかなというふうに思っています。まあこう こういった形で単体でシンプルに使っていただくのもいいかなと思うんですが、まあ好きな方はですね、T シャツをこのボトムスにインするみたいなスタイルも、まあこの T シャツには合ってるかなと思います。着丈が長いんでね、インするようなスタイルもいいかなと思うんですが、個人的にはですね、インのスタイルも好きなんですけども、意外と奥さん受けが良くないんですね。インしてるとなんか体操着みたいって言われるので、僕は最近あんまりインをすることはないんですけども、トレンド感を楽しみたい方はですね、インをするようなスタイルもいいかなと思うので、 頭の片隅に置いていいててたただきたいなと思ってますまた、このような T シャツスタイルって、まあ基本的にはですね、夏は暑いので良いかなと思うんですが、長時間ですね、冷房下にいると、どうしてもですね、肌寒くなることも少なくないかなと思うんですね。まあそんな時にですね、一枚あると便利なのが、カーディガンなんですね。まあ先日もご紹介しましたが、プラス J のカーディガンですね、こういったものを上に着てもらえればですね、結構冷房対策にもなりますので、ちょっと この上にですね羽織っっててみたいいと思っています、まあ、このねカーディガン買ってすごく良くて肌触りもいいですしなんか軽いので着ていてストレスにもならないんですね、まあ、こういった形で上にカーディガンを着ながら重ね着をしてあげるというのもですねスタイルの一つとしてはいいかなと思いますし、まあ、8月後半気温が落ち着いてきたりだとか、まあ、夏でも雨の日があってちょっと肌寒いかなという時にはですね1枚カーディガンを羽織るようなスタイルもモノトーンで構成すれば上品にまとまりやすいかなと思う ので、ここのような着こなな着ししも含めててて皆さんは参考にしていただければなと思ってますで今回足元なんですが、えっと、リビエラのですね、スリッポンを履いています。まあ、全体的に大人っぽい着こなしなので、まあ、リビエラのような上品なスニーカーなんかを合わせていただくとですね、バランスがいいかなと思うので、ぜひ参考にしていただければなというふうに思っています。 はい、続いて4点目の着こなしなんですが、またですね、ユニクロ U のエアリズムにですね、戻って参りました。まあ、今回はですね、先ほどまでとちょっと違って、明るめの色を着ているんですね。色合いに関しては、ライトグレーを選んでみました。 これも新色で昨年はなかったかなと思うんですがなかなかですね雰囲気がいいので個人的にも気に入ってるんですねまあ明るめの色の T シャツというとやっぱりホワイトが代表的かなと思うんですが、まあ、どうしてもですねシンプルな T シャツになってしまうので個人的にはですね少しひねりを効かせたこのようなライトグレーぐらいの方がですね使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っていますまあ色合いもですねライトグレーといってもですねかなりホワイトに近いぐらい明るいので着こなしの華やかさだとか 実は上半身を明るくする場合にはボトムスはですねおのずと濃い方がバランスが取りやすいんですね上半身がライトグレーで下半身をホワイトパンツというような着こなしも NG ではなくて。 かえってですね、おしゃれ上級者の方はそういった明るい色同士の着こなしっていうのもですね、するんですが、なかなかですね、僕を含めた一般人にはですね、難易度は高いかなと思うので、まあ、上をですね、明るめにした場合には、ボトムスはブラックで引き締めるというのが着こなしとしては簡単かなと思うので、まあ明るめの T シャツですね、こういったホワイトだとかライトグレーを着るときにはですね、ボトムスの色で引き締めるという法則も頭の片隅にぜひ置いていただきたいなというふうに思っています。まあかなりですね、 ライトグレーシンプルな着こなしになるので足元はですねちょっとアクセント要素というか癖を入れたかったのでナイキのエアリフトというですねちょっとですね足袋のような形のしたスニーカーを履いていましたまあトレンドアイテムで今年はですねいろんなショップで見かけるようになりましたし1996年ぐらいからですねこのモデルがあるんですがやっぱりですねいまだにこう違和感があるんですねまあそういった癖だとか違和感みたいなものをですね あえて着こなしを中に取り入れることでアクセント要素としては面白くなるかなと思うのでこのようなシンプルな着こなしこそですね足元で遊んでみるのもいいかなと思いますしまあかといって他のスニーカーが合わないかというと全然そんなことはなくて例えばエアマックス97ですね先ほどもご紹介したこちらのスニーカーなんかでもですねすごく癖は取り入れやすいかなと思うのでこちらをですね使ってみるのもいいかなと思うので着こなし自体がシンプルな時には他のアイテムで少しですねアクセントを加えてあげるというところも 頭の片隅に入れていただければなと思っています。 はい、続いてラスト5点目の着こなしなんですが、ここでようやくですね、短パンが出てきましたね。ナイロンギアショーツを履いてみました。まあ、このような短パンスタイルというのは結構賛否両論があるんですね。まあ、子供っぽく見えがちなところがあるので、まあ、色選びとしてはですね、ブラックですとかネイビーのような濃いものを選んでいただいた方がまだバランスが取りやすいかなというふうに思っています。このナイロンギアショーツに関しては、丈の長さだとか太さのバランスが良くて結構僕ら世代にも似合いやすいショートパンツなので、 ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなというふうに思っていますで、上半身に関してはこちらもユニクロ U のエアリズムですね今回5個中4個はユニクロ U のエアリズムなわけなんですが今回はネイビーを選択しました この色もですね、個人的には大好きでよく着ているんですが、ネイビーの中でもですね、本当に黒に近いようなネイビーではなくて、少しブルーに近いような色合いになっていまして、この色の質感がですね、さすが上品だなと思ってまして、まあ、全男性にお勧めしたいカラーなのかなというふうに思っています。この色合いに対して先ほどまで履いていましたスマートアンクルパンツですね、その着こなしも十分合うかなと思いますし、あとはショートパンツを変えずに T シャツの色を変えてみるのもいいかなと思ってまして、 ま、先ほどもですね、ご紹介したような、ダークグレーを選んだ方が、短パンのスタイルにはですね、いく分ですね、綺麗めな雰囲気が漂いやすいので、合いやすいかなというふうに思っています。そして足元なんですが、また見えていなくて恐縮なんですが、今回はニューバランスのスニーカーを合わせています。まあ、短パンのスタイルというのはですね、どうしてもシンプルに見えがちなので、足元にですね、ちょっとしたボリューム感を出してあげるのも、すごくバランスがいいかなと思うので、このようなニューバランスのスニーカー、ぜひ皆さんもですね、トライをしていただきたいなという という,ふうに思っていますあとはですね、この着こなしをじっくりしながら、公園に行ったりだとか、山だとか海で遊ぶ時には、まあ、帽子をかぶってあげるのもいいかなと思っています。まあ、先日もですね、ちらりとご紹介したんですが、ノースフェイスのブリマーハット、これがですね、今季買ってすごく良かったんですね。 ちょっと被ってみたいと思うんですが、まあ、こんな形でですね、ちょっとこうアウトドアの雰囲気で楽しむにはですね、こういったハットを被ってあげるのも一つの方法かなと思うので、着こなし自体がシンプルな時には、こういった帽子を使いながらアクセント代わりにしていただければなというふうに思っています。 はい。ということで、今回の動画では、ユニクロのアイテムだけを使って、夏のですね、手抜きコーデを5つ皆さんにご紹介させていただきました。我ながらですね、本当に手抜きだなと思うわけなんですが、もう夏はですね、もうそこにいるだけで体力を消耗するわけなので、なるべく頭を使わずに、簡単にコーディネートできることがすごく大事だと思うんですね。その点ですね、ベースとなるアイテムだけを揃えておけば、気軽にですね、様々な 見せ方を変えることができるのあたりはですね、揃えておいて、まず損がないかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。まだまだですね、暑い季節がですね、9月後半ぐらいまで続くかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、頭を使わずに手抜きをしながら着こなしを楽しんでいただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、 メンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。